優勝候補筆頭の秋田慶法大附属、肘の故障から立ち直ったエース中川は序盤から角の立て打線につけいる隙を与えません。中川のピッチングに打線も応えます。1対0とリードした6回、ランナー1塁2塁から杉本がショートのグラブをかすめるタイムリーヒット、ホームへの悪送球も絡んで2点を加えます。そして続くピッチャー中川も左中間を破り4対0とリードを広げます。ゆっくりとホームイン、投打に大活躍の中川は最後のバッターも13個目の三振に切って取り、秋田慶法大附属が順調にベスト8入りを果たしました。13個の三振を奪いました。